ボイランド・シムズ酸化は有機化学における合成反応の一つでアニリン類に下流酸カリウムを作用させてベンゼン環状にヒドロキシ元を導入する酸化反応である。オルト酸化体が優先的に生成する。機質の種類によっては少量のパラ体も複製する。同様の条件でフェノール類をヒドロキシ化する反応も知られエルブス下流酸酸化と呼ばれる。その反応では フェノールのパライが優先的に酸化される。ボイランド、シムズ酸化の最初の中間体がヒドロキシアンモニウムの硫酸エステルであることがベアマンにより報告された。この創生イオンを経て硫酸イオンが転移するためオルトくらいの酸化が優位となる。中間体として生じる硫酸エステルが加水分解を受けると生成物であるオルトアミノフェノールとなる。ボーイランド、 E マンソン、D ・シムズ、PJ、ケム、ソーク、1953、3623から3628、ドイ、1 0 1零3 9 JR95 億3000万3623ボーイランド、E ・シムズ、PJ、ケム、ソーク、1954、980から985、ドイ、1 0 1零3 9 85, JR95 億4千万980創設、ベアマン、EJORG、リアクト、1988、35、421から511、ボーイランド、E ・シムズ、P ・ウィリアムズ、DC ・バイオケム、J1956、62、546、AB ・ザイルブスボーイランド、シムズ・ペルオキシジスルファート・オクセデーションズ・ベアマン、